北海道8本目の動画は帯広から登別、根室から折り返して帯広で行けなかったところにリベンジします。素敵な六花亭モーニング、美味しいランチにジンギスカン、今回も盛りだくさん。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルはポコイさんとひょうきん夫婦がキャンピングカーで旅する動画です。チャンネル登録お待ちしてます。ポコイチャンネル登録1万人目指します。チャンネル登録お願いします。どんだけ好きやね、六花亭。帯広に帰ってきましてですね、行ってなかった六花亭の店があることで、六花亭やっておりました。西三条店でございます。どんだけ帯広に、あそこいいんじゃん、今井どこ。あっち行く、うん、スカイカギやんか。西三条店六花亭やってまいりました。昼ご飯食べようということで。どんだけ好きやねん、六花亭。危ないから気が。いけそうやな、でも。まあ、開いたここ開いただけは涼しそう、ほら。あ、うまい。六花亭やってました。今回も六花亭座ってても過言ではない。どんだけ好きやねん、六花亭到着でございます。ってことで、お母さん申し訳ないですけど、今回もお留守番でございます。どうやねん、まあ、お留守番ばっかり。六花亭行きすぎやろ。六花亭ペット OK とかないんかよ。ごめんね、こいつや。六花亭ペット OK のとこね、ないことは。あるで、フラノだけですね。ごめんな、ちょっと待っててや。そう、帰ってくるし、ガスしてし、大丈夫やろ。もう、おやつ、トライヤー、頼むれ。ちょっと待っててくださいね。すいません。お留守番ばっかりでごめんなさいね。はい、お留守番でございます。こんな感じ。あ、前の、ちょっと窓開けといてあげようか。よし。こんな感じ、火加減止めてますのでね、窓を開けて、お子さんのお留守番お願いします。大体40分ぐらいかな。かしここ待っててくれてます。よろしくね、こいちゃん。待っててね。また行くかいって顔してます。はい。どんだけ好きやねん、六花亭。今日も六花亭出ます。そういや、帯広に行ってへん六花亭があったと思いまして。帯広の六花亭を全部制覇したい。まだもう一軒あるんですよ。六花亭ガーデン。そう、イオンもあるしな。明日、モーニングを食べましょう。ビーフシチュー。ビーフシチューがいいんちゃうか。ビーフシチューと30ポイント。ビーフシチューと。あれ、ここは30ポイントするんや。なりは30ポイント。お、ほら、これこれ。サクサクパイ、イチゴヨーグルト。ほら、これと。マンゴープリンシュ。抹茶パインシュ、プリンシュ。まずイチゴ食べて。シュクレ、シュクレ。まずイチゴとビーフシチューする。イチゴとビーフシチュー。プリンシューがいいな。じゃあビーフシチュー。ビーフシチュー。うん。プリンシュー持って帰ったらいいや。プリンシュー持って帰る？うん。あ、取らへんの。ケーキも、なんか違うのあるで。メロンのベリーヌ。あ、季節の味。あ、7月からあれかな。植えたんかな。メロンと、うん。パイとビーフシチュー。うん。オッケー、コーヒーと。レモンチーズパイもある。うん。はい、オーダーストップ用事でございます。よいしょぐじゅぐじゅってましょ、ぐじゅぐじゅ、わ、ぐじゅ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 、あそ、朝の噴火口。朝の噴火口。そう言いますか。どっちかというと、僕はあの別府地獄で巡りやと思う。どうぞ、どうぞ。近くの香りだけど、すごいのくなかった。ほんまずい、ほんまずい。まずい。気をつけて。歯抜けの気をつけて。うん。熱い。美味しい。ほんまにやけどする。美味しい。
先日本店で食べたサクサクパイのいちごヨーグルト味でございます。さあおこいママはどこからかじるでしょうか。横から。ちゃんといちごから。うん。いただきます。うん。うん。あ。あ。めっちゃヨーグルト。めっちゃヨーグルト。うん。うん。うん。残念。テレビ番組のように綺麗な断面とはいかず小汚い断面ではございますがお許しくださいませ。ノマノが好き。ん？ノマノが好き。ノマノが好き。プレーンのが。プレーンが好き。プレーンが好き。プレーンの方が美味しい。食べログ情報ではね、サクサクパイは本店限定ってなってたけどここでも売ってるよね。そうそうそう。美味しい。限定やったのが限定なかった。なくなったかもしれないな。限定会場。私オーダーバイク乗ってる。ハーレーダビッドさんも乗れる。どうぞ。はい。おこい。もう今度はジョイル AK さんにおこいちゃんも入りましょうかったね。お米を買いに行きます。まだ帰りには早いねんけどね。もう忘れのうちに買っとかんとね。次ジョイフル AK 行くときに行かないかもわからんからね。米じゃミルキークイーン買って帰るぜ。米当番一番人形でかいねー。そこサッカーだよ、その人形の、うん、すげえなー。あ、北海道県警や北海道警察。もうほんまにオビロード高いね。高いね。あっちの中ね。あーエネオス発見、エネオス、空回って見るエネオス発見でございます。どけいに来てやとかねおじ、こなしていこう。はい、再びのジョイフル AK やってまいりました。おこいちゃんも一緒でございます。お米買うぜ、おい。高校3年生何AK、AK、行こう。すごいよね、北海道さん。北海道物産地何でもありますよ、ここは。すごいペットコーナーの充実度です。なんと舌の極み、エゾジカ柔らかステーキ、エゾジカハンバーグ、野菜とそぼろのトロトロに。すごいね、ほんまに人間が食べたくなるようなネーミングがされている。でもやっぱり力高い、今しか高いんですか。これがペットコーナーの食べ物でしょうか。すごい充実度です。すごいよね、ほんまに半端ない。こんなに帯広はワンちゃん飼ってる人多いのかな。なんとなんとペット人用の仏壇お供えセットまで売っています。もう水が流れてきてしまうな。骨壺すごいね。ちょっペットろうそくはなんと虹の彼方という名前で売っています。はい、お米を買いにやってまいりました。夢ピリカに無洗米5キロ、そして初めて聞いた330 5キロ、
ちらのお米を購入いたしました。おこい、はい、ジョイフル AK でもゆっくり見回りました。初めて2年前も今日時間なかったり、シャンプーの後でもうしんどかったりして回らへんかったり、今日ゆっくり見てびっくりしたね。ものすごい品揃えやね。すごいペットのものの品揃えと、他のものもすごい量が多いし、なんといっても洗濯洗剤が箱で売ってたね。他の人箱買いするやね。うん。ということで、ほどよく疲れたんで、お腹もすきできましたんで、当初の通り、大判焼き大判焼き、今日甘いもんつらいね。うまいね。大判焼きを買いに行きたいと思ってます。大判小判ザックザック。大判やったらほんまいのにな。こいちゃんどう思う？私は寝てました。では行ってみよう。帯広は美味しいもん多すぎて積んじゃおう。はい、大判焼きを買いにやってまいりました。高橋まんじゅうさんです。蒸しパンとかもあるんや。まあ、これだ。はい、一応駐車場も店の横にありまして、自由やったら止めれます。ソフトクリームあるで、ハイゴリもあるで、うん、よいしょ。はい、こちらかの有名な高橋まんじゅう屋さんでございます。はい、はい、おばやき買いに来ました。おー、おー、むしゃーしながらね。大判焼き行こう、行こう。大判焼き行こう。おー、はい、大判焼きが出まいりました。はい、いやー、あなたの落とした大判はこちらの金の大判、それとも銀の大判？はい、普通の大判焼きです。はぁどう？おいしい、おいしい、おいしい、おいしいです。おいしいです。赤い、はい、今日の戦列品でございます。こちらも六花亭のですね、限定、はい、こちらプリンシュー、そしてこちらマンゴー、マンゴープリンシューでございます。どんだけ六花亭好きなんで、六花亭でもはや六花亭巡りの旅、どこの観光もせんと六花亭しか行ってない。あなたの落としたプリンシューはこちらの金のプリンシューですか、それともこちらの銀のプリンシューですか？こちらのマンゴーのプリンシューです。うん、マンゴー、マンゴー、マンゴー。いただいてください。いただきます。プリンシューでございます。見た目はこんな感じ。パッカパッカパッカ。あ、パッカ。あ、パッカ。あ、パッカ。普通さ、この間、出会った方と聞いたみたいにさ、アップルパイの美味しい店をぐる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 回って、どのアップルが美味しいっていうグルメレポートだけど、同じ店舗ずっと回ってっていう。出てくるスイーツ、買わないの。ロッカー店ばっかり回ってて。そんなグルメレポートないで。まあ、あの、ロッカー店店舗限定あるからね。そうそうそう。このプリンシューとこの、あの、5種類のプリンが、あの、はい、シュークリームがあるのはもうあの、その店舗だけやから。そうそうそう。あの、たまにね、ガセネタもあります。だって、サクサクパイ本店限定って言うんだけど。今日行った店舗あったやん。出た。しかも、あの店舗限定っていう、いちご味、ストロベリー味があった。いただきまーす。面白すぎる話が。YouTuber 無理だよね。うん。うん。大好きなプリンとシュークリーム一緒に食べれるなんて最高。注意です、はい、パパさんプリン好きですが、ママさんプリン得意ではありませんので、プリンの差し入れは控えてください。プリン大好き、シュークリームは方も好きやけどね。はい、お待ちしております。わかったわ、いろいろ考えたけど、何やっぱり胃腸も弱いし、うん、たくさん食べられへんし、うん、お子ファミリー YouTuber には向いていない。向いていない。思い出作りやね。しかもエビもカニも食べられへんし、北海道来たらね、ウニもカキも食べれへんし。
何日に北海道来てるんって。そうそう、まあのんびりのね、あの、はい、深夜の夫婦日記を見てもらうって感じ、うんうん、はいどうぞ。私プリンマンゴー食べるから。えプリン酒いいし、マンゴー食べるから。そう、そんな遠慮せんか。プリン酒いい、マンゴー食べるから。マジで、え、マンゴープリンくれへん、食いき、あげるあげる、うん、まあ、あ、なあ、向こうしよう。まあ、どんなんか怖さは困るし、はい。はい。とりあえずグルメリポートしなあかんからね。まず、マンゴー。うん、マンゴー、マンゴー。パカ。マンゴーです。あ、あれやな、マンゴープリンや、これ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。貸して。貸して。はい。僕と結婚してください。もう結婚してるから。あ、ほんまや。返して。マンゴーって、カニ食えたもんだから、マンゴープリンじゃねえかい？そうだよ。マンゴープリンだよ。そうやん。そして、見てこれ。見てこれ。あ、あ、あ。うん。うん。ちょっとね。うん。違うんです。上が違うんです。上が違うんです。アーモンドと。はい。カリカリ、カリカリっぽいのがマンゴーね。マンゴー、カニ食えたもんだ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。フルーツが入ってるやつもめっちゃ。あー、なるほど。あ、でもちょっと、あ、でもそう、マンゴー、あ、ほぼマンゴー。ほぼマンゴー？うん、美味しい。美味しいわ。上のカリカリが美味しい。そして、うん。プップップ。これワジミに珍しい、一人こそ食べてるやんって思ってるっしょ。今日夜ご飯食べてないから。食べてないことはない。パン1個食べてない。パン食べ1個食べない。だってもう昼になんかあの、大葉焼きら何食べてもう食べれへんかったから。うん、だから1個ずつ食べるんだよ、みんな。めちゃくちゃ浮かべる。1個ずつ食べてるで。1個半分お茶で。うん、六角形の生クリームって美味しいよね。美味しいよね。美味しいよね。しつこくない甘さで、うん。美味しい。ミルク臭くないの、うん、ミルク臭くない。美味しいです。どっちって言われたら、こっちかなぁ。上のカリカリが美味しいのかしら。うん、おはようございます。おこい。はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日は朝ごはんを6家庭、どんな日の家庭つっけね。6か7か8家庭。出た。涼しなすみ。6家庭、どこですか、ここは。はい。6家庭、ガーデンさんです。はい。もう6家庭制覇ですね。はい。朝ごはん、なんと朝ごはんを食べに行ってまいりました。モーニング。リングでございます。はい。9時からでございます。はい。どんな景色やねん。6家庭でございます。じゃーん。あ、すごい。重厚やねん。二重扉。わあ、素敵。お腹すごいね、こんな素敵な。ガーデンですから。すごい。ガーデンすごい。すごいね。すごいね。エクッペでクラムサラダ、サラダ、はい、贅沢やね、ワニコーヒー、はい、来ました。クッパはマリオブラザー。クッペクッペすごいね。いいね、すごいな、すごいね、優雅やね。このクッション欲しいな。青がいいよね、青が。うちの家に青か。だんだん六花亭柄が欲しくなる。だんだん六花亭柄が欲しくなる。欲しくなる。はい、本日の朝食でございます。舐めるように動画を撮っております。はい、それではいただいてください。上品な振りをしております。振りでございます。はい。
ごちそうさまでございます。クッパでございます。クッペ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 。サクサクいっております。サクサク。美味しい。ちょっと僕らには大きい猫のパン。美味しい。スープ、スープいっちゃってください、スープ。いくよ。フランちゃんが。難しい。熱バッターをしてると、喋るのが早いとか、練習しなさいって言われて。フランちゃんが。リミテッドミーと言われました。フランちゃんが。ダクさん。ダクさん。ちょ、パンの上にあったかいうちに。はいよ。パンの生地がさ、思ってる3倍軽くない？うん、軽い。軽いよね。フランスパンの硬さを想像する。そう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 。軽いね。すごい軽いね。美味しいですでしょうね。まるでパンとポテトサラダを一緒に食べているかのようでしょうねゆっくりいただきましょう、はい、この緑を楽しみながらゆっくりいただきましょう。いいね、いいね。おこいさんのそばの犠牲の上の朝ごはん思ってる3倍ぐらいパンが軽いなことないパンは重いです。食感が軽い。もう食べたかった。はい、いた。多分カップだよ。美味しいよね。美味しい。ポテトサラダも素朴な味で、うん、なんか家で作った感じの、うん、美味しいわ。保存料の味がしない。もう手作り感満載。今日もお留守番ありがとう。おろかって言ってたからね。まあ、はい。今日はさすがにですね、ちょっと帯広も暑いので、エアコンをかけて行きました。おー、室内涼しい。やっぱりエアコンの力は最大やね。ペイちゃん涼しかった。涼しかったよかったね。大丈夫やね。そしてエアコンをつけて1時間 93% すごいな。安心やな。はい、まずは念には念を入れてですね、午前中のうちにですね、定休日臨時休業の紙が貼ってないか確認に参りました。気合が違います。有楽町有楽町で会いましょうね。昭和やな。昭和も初期やな。有事を石原で貼ってやるぞ。貼ってやるぞ。貼ってやるぞ。毎週火曜日大丈夫や。今日はなんか定休の面持ちがない。有楽町が迫りました。確認でございます。事前確認でございます。それと困るな。肉屋さんや。確認してまいります。はい、お願いします。偵察隊行ってまいります。てんてけてけてんてんてけてけてんてんてけ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 てんてけてけてんてんてけてけてんてんてけてけてんてん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 てけてんはい、7月のお休みはですね、毎週火曜、そして8日と22日の月曜日でございます。あー、よかったね。本日は、何日？今日3日。3日空いてます。空いてます。何時からか。何時からやろ。あっこい。はい、有楽町さんでございます。リベンジです。もうすでにめっちゃいい匂いしてます。のれんがかかっております。ライスショー、ジンギスカン2とライスショー2以上 OK。 はい、
やってまいりました。ジンギスカン、こちら2人前でございます。2人前&玉ねぎ乗せてくださいませ。はい、焼いちゃって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 ジュー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 十一十二十三十四どうだまだひっくり返さん、まだ早いんじゃ、まだ早い、これおはい、どうぞ。どうだ。あー、かい。ほぼハラミです。ハラミですか。おー。うん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 。こちらがハラミでございます。違う、いただきましょう。やっかい、めっちゃやだね。そしてタレがうまい。うん、タレ美味しい。臭みも全然ないしね。うんうん、ほぼ牛。うん牛って出されたら分からへん。分からへん。牛、え、牛あかい、いや、衝撃の美味しさだね。衝撃の安さと衝撃の美味しさでございました。有楽町で会いましょう。有楽町で、はい、もうあの行きしに来てたら帰りも乗ってるね。お前ね、で昨日来たら今日も来てるね間違いない。それぐらいの衝撃の安さと美味しさでした。で、今日も張り紙してありましたけど、今週金曜土日はあの夜5時で終わりますとかって言って、多分ちょこちょこあの Google とか載ってない営業を休まることがあるので、皆さん要確認でございます。はい、そしてあのここのジンギスカンの値段を知ったら他のジンギスカンが高くて食べられないちゃんと油とかはちゃんとあのラムの匂いがするんやけど、ね、焼いて食べた肉全然せえへんね。匂いもあの臭みもあんまいいね。成功もー、まあ、タレがまた美味しい。最高やね。最高やってね、ほんまに。美味しゅうございました。もう2人前、あのお持ち帰りで晩ご飯にしようかと思うぐらい。ほんまに。美味しゅうございました。あの、教えてくださった皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、調べてくれたおかばば、ありがとうございます。はい、臨時休業回収です。イエーイ。じゃあ、お散歩をちょっとしようかなと思って、次の目的地はレッツラドンでございます。レッツラドン。トカチのヒルズだぜ。トカチのヒルズに行くぜ。暑いけど散歩できるかな。あかい。トカチヒルズにやってきました。こんなに車が来ることは多分あんねんな、今後。P5 まであんねんや。ほー。
もうあとはすぐそのものは違うんだ。門から長いんや。木々が、ああ、雲いっぱいある。やっぱり木が雲いっぱいある。北海道あるよね。雲あるね。よく止まってるやん。そう、何も全然違うんだけど。来たら雲いっぱいある。よく止まってるわ。ドカッチヒルズにやってまいりました。こんな感じです。なんかすごいシュッとしてるね。そうですよね。想像とだいぶ違う。一応ヒルズですからね。はい、こちらです。今日お留守番が多かったからね、おこいさんのお散歩がてら十勝ヒルズが出ました。じゃーん、現在地こちらでございます。はい、広いな。広いね。広いね。ぐるっと散歩しようか。うん、いいじゃないか。こっちやね、きっと。おお、なんか雰囲気が軽いなみたい。いいね。あ、水ほら、シャワー出てる、シャワー、おいちゃん。ペット専用が雨や、すごーい。雨。お店の中を通らずにですね、中に入れるようになっております。すごい。素敵。ここちゃん、ここからですよ。はい、入りました。おー、すごい、ほらか。おー、いいね。お散歩のルールを守りましょう。そう、最後お茶やね、ここで。うまいね。いいね。この写真も写すね。いいなっていう。いいね、いいね。はい、あそこも写すね。いいね、いいね、いいね。静かやな。何でも使えたで。そうだよ、さすが、さすが。はい、行くよ、こいちゃん。はい、行こう。はい、行こう。あ、こいちゃん、いいだから、なんでや。いや。ダメです。何の撮影？カタログとか。カタログとか、はぁはぁはぁ。使うために撮影は、お声がくださいって。ここな、明石機内に、なんか、あ、どうだろう、結婚式かな。すごいね、こいちゃん。いいね、楽しいね。涼しいやん、よかったね、来て。いいじゃないか、いいじゃないか。散歩できるじゃない。ね、涼しい、涼しい。素敵なあれだね、ガーデンだね。あい、こっちゃよかったね、どこ行ったの散歩。いいね、いいね、いいね、いいね。2年前に行った時はファーム止めたらこんな風にゆっくり回ったけど、今年すごかったよ、もういいよね。ここいいよね。あ、まだあんな、ほんまや、すごい、ちょっとなあそこ素敵な椅子があります。素敵なチェア発見。おお、最高。最高。最高ね。
ほんまに。何ヶ月っていうときは年間パスポート買うわ。タイマーはたいて年間パスポート買うわ。当日研修員。あなたも草は当日研修員。めっちゃいいな持ってるやん。すごくいいじゃないか。空色ビネガーフロートです。すごいね、美味しそう。美味しい。美味しい。スーパー。あー美味しい。美味しい。なんなんこれ。あー美味しい。あ、スパスパやろ。最後何これ、ビネガーって、長いモスです。あ、なんでビネガーなんや、うん、うん。こう食べそうだ。あっ、見たあこいから来ましたんで、温泉に行きますかい。おべりべり温泉。あれはね、ちょっと期待しなかったけど、すごかったね。当日パスポートが1000円で、年間パスポートが1200円やから、次回が来たとか1200円のパスポートを買ってですね、何回か散歩したいぐらい気持ちいいところでございました。温泉にレッツラッドン。おべりべり。ということでですね、いきなりでございますが、とんかつのミシダンやってきました。なぜならですね、有楽町のお餅から生肉だったからですね、本当は有楽町のジンギスカンをお餅会で買おう、でそれをお昼にしようって言ってましたが、実は生肉ということで、ね、生肉はちょっと無理やなってことで、急遽とんかつのミシナさん2年前も来ました。はい、テラスおこいちゃん OK やからね、ここでお昼食べてからメロンを買いに夕張り行きたいと思います。じゃあお昼に行きましょう。レッツラドーン。今日はおこいさんも一緒にテラスでお昼ご飯でございます。まあはぁはぁ言ってるけどこんな暑くないよね。うん、快適快適快適ですよ。おこいちゃんは毛皮着てますから暑いですか。あー素敵なテラスでとんかつ定食でございます。今日は空いてるね。ガラガラですな。うん。やっぱ前回に土日かなんかあったよね。前回はあったな、きっとな。それかやっぱ7月中旬からこう、こっちに来る人が多いんかわからんな。ハエが渋滞してた。そう。ということで、のんびりテラスでとんかつです。そこを注文してね。今回ママは、スパカされました。ちょ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 。前回食べて美味しかったら美味しかった。うん。でも、定食の方が美味しかった。じゃあもう一回行きましょう。僕はスパカさんでもいいかな。カツ。トンカツ。トンが勝つ。牛は負け。今回パパさんはトンカツでございまーす。トンカツでございまーす。前回はね、スパカツをパパさんが頼んだんで、今回ママさんがスパカツにして、ママさんとんかつでございます。おかわり以上ですよ。こんなね、これすごいな。いそあ、大根おろし、ポテトサラダ、ポテトサラダ、カードだからもう美味しいからね。ごまドレッシング、ごまドレッシング、ここはごまない。全然覚えてないわ。だってスパカツ食べたもん。そうです前回スパカツ食べてて。で、私のロースカツステーション見て、ロースカツステーションしたらよかったって言ってて。ロースカツ美味しかったな。美味しかった。お待たせしました。はい、ローススパゲッティになりますね。はい、ありがとうございます。おー、来たー。スパカツ、山盛り。すごいねー。はい、どきもー。ありがとうございます。
絶対食べれへんやろ、お料理。まずレモンを食う。ご飯。ありがとうございます。もう晩ご飯もとんかつけて、じゃあね、まずはからしをつけて、ツーはからしだけ食べる。たれつけてるよね、たれ。自分のことって言うてんツーの人はって言うてん。おいしい、おいしい、サクサク、グー。あれかな、これ釣れたっけな、キャベツ。記憶にないよね。ねえ、めっちゃ食べられへんよね。漫才言われるで。絶対食べられへんやろ、思ってから。食べられませんって言って、ブーン、ブーン。あ、美味しいミルソース。こんな美味しかったっけ、ミルソース。美味しいわ。美味しい。すごい美味しい。おい、B じゃなくて美味しい。すごいな。なんでご飯なん、なんでご飯なん、とんかつ定食になってるやん。スパカツちゃん。ちなみにここはスパカツではなくてカツスパでございます。うん、それ。美味しい。美味しい、美味しい、美味しい。おいでー。梅のソースこんなの美味しかったっけ？もう全然覚えてないな、人間って。全然覚えてないね。すごい梅のソースが美味しい。うん。私すごい安い。安い。安い。あっこい。おお、北海道らしいね。青が綺麗ね。天に向かってるよ。青が綺麗さ、青が。青っていうのは空も葉っぱも青が綺麗。めっちゃ見える。着きました。休憩でございます。高速道路休憩でございます。そしてこちらスタンプスポットエリアということで、スタンプを所得したいと思います。 B がいいの、シムカップ。はい、じゃあスタンプを所得してください。はい、シムカップ、ほんまや、シムカップ P や、シムカップ P、休憩しましょう。はい、さあシムカップ PA でございます。休憩でございます。ちょっと雲行きが怪しくなってきたな。はい、休憩でございます。あっこい。夕張メロン食べ頃大特価でございます。おってますね、買ってますね。すぐりメロン、おお、ここかな。ここはカット、夕張メロンカット500円で売っていますが、ソフトクリーム付きのはないようでございます。
スーパーも完備されているようでございます。あ、ここかな、ここか、ここか。夕張メロンシェイク、メロンスカッシュなどがありますが、ここにもないようです。なんと、ただいま2時半ですが、リアルメロンソフトクリーム本日完売となっておりました。夕張メロンの、B 級品を買ってきました。普通はですね、大きくなったらまっすぐ丸いんですけど、はい、ああ、なるほど、ポコポコポコというのは大きくなりすぎているんですね。なので出荷に弾かれてしまいます。筋骨隆々ですな。はい、ということで、はい、こちら B 級になっております。そういったメロンがですね、山積みになっていまして、1個2000円で買ってきました。でかいな、それにしても。ビヨーン。まあ、夕張メロンはもともと大きいんですけど、うん、で、中には別にこのボコボコなってへん大きいメロンも あったんやけど、そうすると網目模様が薄すぎたり、うん、あとこれがこう、普通こう置いたら、ここにこうな、あ、だからなのに、こうなってたりするメロンが置いてありました。そうなんや。はい。赤い。はい、こちらが道の駅ウトナイコの建物でございます。お店がいろいろありますが、まだ開いておりません。はい、何でしょう。昼寝してそば食べていたらどうだろう。はい、そば30分昼寝してそば食べていたらどうだろう。そば、そば、イフ、デザートパーク、太郎商店、開くのかな。おそばを食べたいと思います。じゃーん、念願のおそば。注文したから動いてくれるよ。うん、まあ、美味しいやろ。うん、手打ちそばだよ。うめえうめえ。ちゃんとね、もしおそば欲しかったら取りに来たらいいよって置いてあったよ。そうなんだ、美味しくいただきてまーす。おいしい。出発、出発、出発です。出発。登る別に向かって出発です。おいしいおそばを食べて復活です。復活。四国東野国立公園登別パークサービスセンターにやってまいりました。登別温泉地獄谷でございます。ちなみに案内図はこちら。はい、現在地、駐車場から降りてきたところでございます。ここからテクテク歩いていく模様でございます。サービスセンターの隣にはおトイレがございます。せー参りましょう。はい、参りましょう。なぜかおこいさんは歩きません。どうしてなの、おこいさん。どうしてかおこいさんは歩きません。よいしょ。今日は晴れのち雨の予報でございましたが、この通り晴れ渡っております。
よいしょ。おー。地獄谷でございます。私たちは地獄へ落ちるのでしょうか？それとも天国へ行けるのでしょうか？おや、おや。左方向です。おー、こんな感じでございます。暑い時に来る場所はないな。お前ね。おお。なんじゃこりゃー、なんじゃこりゃーって感じだね。おお。おお。下も降りていける。あ、硫黄の匂いがポンポンしてるね。おお。おお。そしてやっぱりあれだね。日本語聞こえてこへん。下？下であそこ行けるのかな？下であそこ行けるんじゃないかな。ボランティアガイドさんが無料で案内してくれるようでございます。では私が、ボランティアでご案内を務めさせていただきます。こちらが、かの有名な北海道登別、登別温泉地獄谷でございます。こちら先は鉄線池、そして薬師如来があるようでございます。下り坂、下り坂を下ってまいりますと必ず帰りは上り坂になる模様でございます。覚悟がいるね。これ下ったら上がらなあかんって覚悟がいるよね。そしてなぜかおこいさんはおりません。どうして？どうしておこいさん降りないの？あっち？へえ、あっち行きましょうか。あっちあそこまで行くだけなんね、うん、あのなんとか如来像かなんか。ああ、そうですよ、如来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 。湯けむりが見えてまいりました。地獄谷でございます。デンジャーキープアウト、柵の中に入らないでください。おいで、きっと臭いね。おお、すごいね、すごい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 。関西風に言うとすごいすー。正解。すごいすー。あそこまで降りていけんねや。すごいな、まあ、あのとこまで降りていけんねや。降りるということは上がるということです。見えてまいりました。ゴールは目前。お前、人生は始まったばかり。いや、もう終わりが見えてまいりましたでしょうか。もう折り返しました。確実に折り返しましたよ。いえいえ、セカンド人生始まったばかりでございます。人生折り返し。あ、めっちゃゆで卵にはする。うまいね。温泉卵を食べたいです。売ってんことね。うん。三途の川、登別地獄谷でございます。さあ、降りるよ。降りるってことは登るよ。登るよ。だってここは登別だから。今日はバリバリ来てるね。バリバリですな。ノリノリですな。ノリノリですな。ノリ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 。おお、あそこ見て、あそこあそこ。どこ？あそこあそこ。ブクブクしてる。ブクブクしてる、ブクブク。湯煙すごーい。涼しいやっぱり。涼しいね。よいしょ。よいしょ。降りるということは登るということです。登るよ。登り別だからね。はい。そしてここでも聞こえてくる言語は日本語ではございません。はい。世界各国いろんな言語がグロロ、いろんな言語山は流れております。トゥーグローバル、トゥーグローバル。スワヒリ語、インド語。インド語なんてあるのかな。じゃあ次。よいしょ。
しょう。よいしょ。よいしょ。なんの昔16時でみんな頑張ったの今みんな持ってないよ。うまいね。うん。流行りは終わったのか。うん。はい、来ましたよ。はい、やってまいりました。ノーコインやで、ノーコイン入れたらあかんて。せーの。はい、こちらが鉄線池。温泉の温度は80度ありまして、間欠泉になっております。間欠泉、爆発するのかな？さあ、登るべさ。登るべす。登りべつ、登るべさ。登らがてる温度も、まあ、80度ぐらい？ 80 度あるんでしょうか。すごいね。色が変わっております。すごいね。我が人生、谷あり谷あり。谷しかない。よいしょ。よいしょ。よいしょ。思えば遠くへ来たもんだ。それでも別府の匂いせへんね。別府の匂いせへんね。別府もっと匂いするもんね、うん、そしてあの2年前に行ったそうそう、あそこの方がもっと、あそこの方が活火山っぽかったよね。そうそうそう、よかったわ。きちっとしてあるな。うん、この雪の中口でどこもなければな、うん、こちらがかの有名な地獄谷でございます。谷は谷でも刺されることはございません。そっちかい。谷ボケはそっちかい。最後の上り坂でございます。よいしょ。上り別の最後の坂は上り坂でございます。これじゃあまだ登りません。よいしょ。ほら、大沼の湯とかがある。大沼って書いてある。あ、あそこ地図があるわ。はいはい、地図を見てみましょう。よいしょ、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 よいしょ。これこれ。こういうのはね、うん、はいはい。現在地がそこ。はいはい。1キロ書いてた。ここからこうぐるーっと回って。こう行かなあかん。登っていくのね。よし、行ってみよう。よし、行こう。はい。こういうのにやってまいりました。こっちの方が迫力あるよね、ほんまに。すごい。よいしょ。それではここからまた私おこいパパがボランティアでご案内を申し上げます。こちら大湯の間、周囲1キロ。深さ22メートルの湯の沼となっております。表面温度500度、いえ間違えました、50度でございます。最深部130度グツ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 しております。中洲に入ると埋もります。埋まります。真っ白でございます。湯気がもく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 やね、これじゃもくもく。鼻曲がる言うてるわ。鼻曲がるってことや。おこいさんも鼻が曲がると申しております。すごいね。よいしょ、よいしょ、すごいね、すごいねって。撮影だけしておりますので全然沼を見ておりません。徒歩で上がって行かれる方がいらっしゃいますが、こちら天然の足湯、徒歩15分のところにあるようでございます。キツネに食べ物を与えないでくださいという看板がありますので、
こちらではゴンギツネがいる模様でございます。コーンコーン、上まで上がれるのね、あそこ。うん、無理やけどね、うん、他じゃ弾発もあるんちゃう、フードがあったら流れてくるんかな、うん、こちら小沼でございます。小沼小沼湯でございます。違います、奥の湯です。大湯の前から、お小沼湯でございます。パチパチパチ、小沼、三軍の川を渡りましたね。小湯の奥の湯だったわ、ほんまに小沼湯でございます。おお、入れそうな入れそうな感じ。入ったらきっと死ぬよ。やけどやけど、全身やけどね。おあっちが130度あるからこっちも130度あるでしょう。なるほどきっと同じ化けてる原因、ね、はいはい、もう歩かへんの、早いね、もう歩かへんのこいちゃん、はい、はい、どうぞ、よいしょ、はいどうぞ。色の匂いがとっても嫌みたいね。そうそう、危険を感じない、きっとただことないっていう、うん、みこちゃん赤い。積水亭さんです。なかなか風情のある温泉の感じがいたします。ほんまに入るか、行くからやな、ほんまやな、怖いな。なかなかのこの崖っぷちでございます。合ってるか合ってるか、こっちの口でまた違うよね、こっちや、これや、これだ、やっぱり並列なんかな、ちょっと聞いていこうか。そう、これなんや、やっぱりこれなんや、きっと脊髄出て書いてある、これだこれだ、なあきっとそうやね。おお、綺麗な ホテルでございます。入れるでしょうか。おお、